丸と四角の中に収まった裸の男性の姿。ルネサンス期イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが1485年から90年頃に描いた人体のプロポーション。人間は腕と足を大の字に広げると円の中に収まり、腕を伸ばし両足をつけて立つと正方形に収まることが示されています。これは古代ローマの建築家であるヴィトルビウスが示した考察。ヴィトルビウスは人体の中心はへそにあると説きます。この理論を踏まえ、レオナルドは人体が中に収まる円を描くと中心はへそに来ることを示す一方、人体が収まる四角形を描くと中心は股間に位置するとしています。本作は古代人が挙げた成果を基礎としつつ、さらに新しい考察の結果も示す点でルネサンス期の古典主義をよく表した作品となっています。